美容院に行って帰りだけが綺麗ではなくて、ずっと綺麗、びっくりするぐらい、もう人生史上初めて本当に髪の毛がね違ったんですよ。もう感動です。強烈なドライヤー、これはもう嫌いな男性はいない。あなたも世界のヴィーナス、ミラクルハッピー、杉口かなでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって、大好きな彼やお金や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはこれです。女子必見、男性に愛されるヘアケアについてお話をしていきたいなと思います。皆さんね、髪の毛ケアされていると思うんですが、私もね髪の毛を結構大切にしていて、と言いつつ結構傷んでる部分ではあるんですけども、まあでも常日頃ねヘアケアには気を使っております。はい、私普段、まあ、恋愛婚活コンサルタントとして婚活塾を主催しているんですけども、そこでクライアント様たちが男性とデートするときね、初めて男性と会うときってもう第一印象って一回じゃないですか。そのね第一印象ってもうその外見で、そのファッションだけじゃなくてトータルなんですね。つまり髪の毛も大切になってきます。ですのでちょっとね、まあ、髪の毛について細かくお話をしたことがなかったので、まあ、この動画で今日私が普段どのようなヘアケアをしているかとか、こういう髪型は男性に受けるっていうことをお話をしていきます。やはり美容院に行って帰りだけが綺麗ではなくて、ずっと綺麗、いつも自分の髪に対して自信が持てたら、やっぱりねその意識っていうのは自然と出るときに出ます。見てみたいな感じでということで、もうぜひね本日の動画も最後までご視聴くださいませ。皆様どんどん美しくなってきますからね。では早速いってみましょう。まずちょっと髪の毛溶かしながらいこうかな。これよく紹介してるからさ、これアベダのブラシですね。アベダのブラシでまずブラッシングします。今日は私は髪の毛はちょっと軽くニュアンス的に巻いてる感じなんですけれども、男性っていうのは自分が持っていないもの、まあ、つまり女性しか持っていないものに対して憧れを抱いたり女性らしさを感じるんですね。ということで男性っていうのはまあほとんどの方が短髪ですよね。髪の毛短いということで、例えば髪の毛がサラサラでロングヘアっていうのはもう女性らしさっていうのがどうしても出ます。じゃあ長いから男性に受けるのかって言ったらそうではありません。例えばこれらのボブヘアとかショートカットの方とかもね、やっぱり顔が小さかったら似合いますよね。なので長いから短いのがダメっていうわけではなくて、私は合ってる髪型であればやはりその自分らしく輝くことができますので、だから必ず伸ばしましょうとか切っちゃダメということはお伝えしません。では皆様が好きな髪型をしていただくんですけれども、その中で大切なことっていうのはサラサラツヤツヤまとまり、はい、いいですか、サラサラツヤツヤまとまりということでね、まずこうやってねちゃんとこう指が通るとか、まあ、サラサラだとかツヤがあるとかしっかりとまとまっているっていうことが大切になってきます。でね、いや今日かなさんこれなんかピヨってなってますよとか、喋ってる人の髪型が変だとかっていうのはね、これはねもう言われちゃうと思うんだけど、まあ良いでしょ今日は、今日はっていうかまあ言われちゃうと思うんですけど、私はこれが、まあ、自分のスタイルとして合っていると思っているのでおしゃべりをしているんですけれども、なのでちょっとそういうねツッコミをね皆さん許してくださいということで、私は普段ねやっているケアをちょっとお話ししていきます。まずシャンプーした後に髪の毛を乾かしますよね。乾かす時のドライヤーがすごい大切になってきます。私ね多い時ドライヤーを3つ使ったりしてたんですよ。いろいろいいのが出たら買って、だから高いやつとかでドライヤーで6万とか買ったりしてたんですけど、今はそのドライヤー使ってなくて、今使っていてめちゃめちゃおすすめなのがじゃん、このリファのドライヤーです。リファ、この出会いをちょっとお話しすると、美容に行った時に雑誌か何か、まあ、タブレットかなんか見てたんですよね。パッと見終わった時にもうびっくりするぐらい、もう人生史上初めて本当に髪の毛がね違ったんですよ。だからいつも美容院1ヶ月2回行っていて、とにかくそこの美容院行った時に髪を乾かしてもらったらもう全くまるで違う、思わずスタイリストさんに「えこれもうおかしくないですか?」と、髪が一気に変わってませんとびっくりしちゃって「えドライヤーですよね?」ってなったら「そうです」と。でこのリファのドライヤーが多分発売してすぐくらいとかで、まだその世の中に市場に出回ってない時期にそれを知って、思わずね私ねもう感動しすぎたから買いますって言って、その時のヴィーナス婚活塾のクライアント様たちですね、その時のコミュニティに一斉にめちゃめちゃいいもの見つけたと、欲しい人って言って何がいいかってことバーって書いて、そしたらね何人かな、なんか7、8人ぐらい欲しいですって方がいたので、これね多分3万
分単位だと思うんだけど、欲しい方に代理で購入させていただいたんですけども、それぐらい感動しました。で、何がいいかって言ったら、あのね、ホームページ見てもらうのが一番早いんですけれども、私の関するお話をすると、まず広がってた髪の毛がまとまります。で、あとサラサラになるし、もううねらないし、もうね、クライアントさんでもうどうしようもない髪の毛の人もいたんですよ。もううねって広がってモサモサみたいな、そういう人も、もうかなさんあれ買って本当にすごいって言うぐらい、もう感動です。髪の毛がストレートヘア当てなくてもストレートヘアになっちゃったっていうぐらいの強烈なドライヤー。はい、もう私もね、それまでね、本当にドライヤーに結構お金かけていたし、いいと思われるものを試していたんだけども、もうリファがダントツでした。で、自動で暖かくなったり冷たくなったり調整してくれるので、とにかく髪の毛の悩まれてる方がいたら、このリファのドライヤー、まあ、3万としてまあまあ高いんですけれども、でもそのぐらいの価値は十分にあります。これは業者さんに勧められて購入したんじゃなくて、なんじゃこりゃと思って聞いて購入をして、感動しすぎたからその時の現役のクライアント様たちに伝えて、そしたらその方たちも購入されて、もうなんじゃあれっていう形でね、なんじゃあれって、皆さんモサモサしてた髪型の女の子も、まあ、その方も結婚されたんですけれども、すごい素敵な方と結婚されたんですよ。本当にハイスペのお金持ちの方とね、結婚されたんですけども、もうね、本当に感動されてました。ということで、まずね、ドライヤーです。ドライヤーでやっぱその後の手間が変わってきますから、ただ乾かすだけでいいと思われていたとしたら違う、もうドライヤーから変えていくこと。はい、じゃあ次にですね、ドライヤーするときにケア製品つけますよね。それが何かって言ったら、気分によって変えるんですけども、メインで使っているのがこの3つでございます。じゃん、まず一つ目がこちら、オージュア。オージュアの IM エクシードセレム V ヘアトリートメント。オージュアのイリュミライズという 100ml 税抜きで3800円のトリートメントを使ってます。香りもフローラルの香りで好きですね。だからこれでワンプッシュで乾かすときもあれば、今気分によってこのミルボン。このミルボンがブローアウトプライマーコースヘアトリートメント。これをつけて馴染ませた後に、次これ。これもミルボンのジェミールフランメルティバターヘアトリートメント。毛先までスルンとしたまとまりを記憶するというものを、これもね、いい香りなんですよ。めっちゃいい香り。もうなんだろう、甘い。これをつけた後にこれをつけて、ダブルでこの、ミルボンのセットかこのオージュアで、まあ、どちらかで、まあ、気分によって変えてます。例えばサラサラになってからこれするっていうよりかは、私はもうこのように髪の毛も明るいですし、頻繁に巻くので熱で傷んでくる部分もあるので、まあ、しっかりとケアをして乾かします。ほんと終わったとね、サラサラです。次にこれね、ストレートアイロン。これはもうリファのストレートアイロンなんですけど、これも容器ですね。こうやってね、まあ伸ばしたりします。今日は使ってないんだけど、前髪とかね、綺麗にしたり、ストレートも持ってますね。これも使いやすいですね。リファ結構容器ですね。で、次に巻くやつがこちら、ヘアビューロン。これは有名だからね、まあ、大体私はミックス巻きで外内って感じで、もう本当に軽くですね、軽く動きがあるぐらいで毛先だけ巻く感じですね、っていう感じで、まあ簡単に巻いた後にこうやってね、ほぐして、熱が抜けてから乾かした後にこのね、ザプロダクトヘアワックスっていうものをつけます。これさ、結構薬局とかで売ってませんか？見たことあると思うんだよね。どこで買ったっけ。なんかオレンジの香りが、グレープフルーツかな、柑橘系の香りがして、結構さっぱりなんですけど、ずっと匂いが残るわけではなくて、もう爪でちょんと取って伸ばして髪に揉み込んでいます。なかなか減らない。はい、って感じで、もうこうやってね、モシャモシャってして、シャ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 ってしてます。あと、まあ、今の時期であればこのオージュアの頭皮用日焼け止め SPF50+ の PA が4+をこことかね、シャーってかけたりします。頭皮も焼けたくないのでね、このあたりとか。で、まあ、気分に応じて、まあ、香水つけるんですけども、ヘアミストが、これがお気に入り、ミスディオールのものですね。これローズ買ったんだけど、ローズは使わなくて、結局この定番のヘアミスト、もう一回振っとこう。これはもう嫌いな男性はいない、めっちゃいい香りだから、これは本当にやばいです。ということで、まあ、シンプルにこうやってダウンスタイルだけでもちゃんとしっかりと日頃のケアをしていくことが一番大切です。で、男性と会う直前だけ髪の毛をきれいにするではなくて、やっぱりそのお風呂上がりやお出かけ前にしっかりとケアをしていくことが一番大切になってきます。で、男性に受けるってなったら、やっぱりね、ケアをしている人としてない人であれば、もう絶対的に潤いとかまとまりが違ってきます。中には男性とデート行く前に美容院に行かれる方もいます。で、美容院に行かれる方っていうのは、初デート前にハーフアップにしたり、なんかこうね、ヘアアレンジで髪の毛をね、まとめたり。私はあんまりそのまとめるってことはしないんですけれども、デート前に数千円で
で、まあ、ヘアセットをしてくれるサロンもありますから、まあ、そういうところも利用してもいいかなと思います。で、まあ、定期的にねこうやってねブラッシングをしてあげること、やっぱねケアをかけてあげればあげるほどやっぱりちゃんとね答えてくれるので、日々ね私も髪の毛がねすごい健康的かどうかって言ったら健康的ではないからこそ気を使っていたりもします。自分だけの力ではできない部分があるので、そういう時は美容院に行く、定期的に美容院行ってくださいね。例えばまあ1ヶ月に1回、まあ、最低2ヶ月に1回は行く。なんかねクライアント様で以前ねなんか2年ぐらい美容院行ってない方がいたんですね。ですっごい長くて美容院に行くこともちょっとハードルがある方だったんですけども、私はまあ行ってくださいって言って、で結局まあその方は美容院に行かれてすごい外見も変わってすごく生き生きしだしたんですけども、それぐらい髪っていうのは女の命というか女の生き方に関係してきます。美容院に行くのが苦手な方はもう喋らなくて良いので、まあ行ってね綺麗にしてもらうっていうことを積極的に行きましょうはい、ということで本日の動画は全女性必見、男性から愛されるケアの作り方についてお話をさせていただきました。公式 LINE ではどんな女性も知る男性から愛される方法を7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価とコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。では皆様、私たちね髪型によって女性は顔が変わる、顔が変わるとなったら人生が変わるあとね美容師さんもなんかちょっと違うなと思ったら変えていくのも一つですし、この人と思ったらその人にずっとお願いするのも一つですし、なんかね、まあ、そこもいろいろお試ししてみるのもいいかなと思いますね。私もいろいろ言っていたりもします。いろんな情報収集をしたりですとか、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら、でもその中でねしっかりとケアをしていくっていうことを日々心がけています。はい、皆さんの髪もますます潤って人生も潤していきましょう。はい、では本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube 毎日配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。ではまたねー。